戸ガシユは日本の男子バスケットボール選手である。日本人二人目の NBA 契約選手である。ポジションはポイントガード。身長167センチメートル、体重65キログラム。B リーグの千葉ジェッツ船橋に所属している。バスケットボール男子日本代表。新潟県柴田市に生まれ、小学1年生でミニバスケットボールを始める。 柴田市立本丸中学校では監督として、チームを率いる父親のもと、3年時に全国大会で優勝したほか、2年時と3年時には、それぞれ15歳以下、16歳以下の日本代表に選抜された。中学卒業を控え、当時浜松、東三河フェニックスのヘッドコーチで、戸賀氏の父親と交流があった、中村和夫の勧めもありアメリカ留学を決意。 ケビン・デュラントやグレービス・バスケスなどを輩出したモントローズ・クリスチャン高校に進学した。トカシは1年次からロスター入りし、主にシックスマンとして起用され、2010年の同校全米ランキング2位ランクインに貢献した。小中学生時より全国レベルの大会に出場し、中学卒業後はアメリカの高校に留学。高校卒業後は大学に進学せず、 BJ リーグの秋田ノーザンハピネッツに入団し、プロ選手としてのキャリアを開始した。1年目となる BJ リーグ2012から13シーズンには BJ リーグ新人賞を受賞。2011年には日本代表候補に選出され、同年8月のウィリアム・ジョーンズカップには若手選手を主体に構成された日本代表チームの一員として出場した。 また2012年6月には NBA などが主催するイベントバスケットボールウィズアウトボーダーズに参加し、アジア地域における同年代のトップ選手が集まった中、MVP を獲得した。この時指導に当たったローランド・ブラックマンは、トガシをこのキャンプにおいてナンバーワンのガードと高く評価した。高校卒業後はアメリカの大学進学を目指し、 NCWA 一部の大学からも勧誘を受けたものの希望する学費全額免除の条件ではなかったため進学を断念した。2012から13シーズン秋田時代試合出場の機会を求めて日本に戻りアーリーエントリー制度を用いて秋田ノーザンハピネッツに入団した。秋田は中村和夫がヘッドコーチを務めており、 出身地である新潟ではなく秋田のチームを選択したことは中村の存在が決め手であった。デビュー戦となった2013年2月2日の富山、グラウジーズ戦では15得点11アシストのダブルダブルを達成。高校卒業後、約10ヶ月間実戦から遠ざかり、状態は万全ではなかったものの、最終的にアシスト数は1試合平均6.07を記録。 規定に達しなかったためランキング入りはならなかったが、このシーズンのアシスト王である仙台十9アーズ、志村武彦の6.25、そして2位の琉球ゴールデンキングス、並里星が記録した6.18に次ぐ数字であった。チームはプレーオフのセミファイナルで敗れたものの、このシーズン戸賀氏は2012から13シーズンから新設された BJ リーグ新人賞を受賞した。 2013から14シーズン BJ リーグ2013から14シーズンは中村が、トカシのチームと明言し、トカシは全試合にほぼフル出場。2014年2月8日の新州、ブレイブウォリアーズ戦では15アシストを記録し、リーグ記録の16に、あと1と迫った。レギュラーシーズンで、トカシは1試合平均7.9アシストを上げ、アシスト数1位のタイトルを獲得。 ベスト5にも選出された。さらに出場時間も、計百8 9 5分で、リーグ1位、得点も、同15.6点を記録し、リチャード・ロビーに次ぐ、チーム2位の得点源となった。このシーズン、チームは創設以来初となるファイナルズに進出。カンファレンスファイナルでは、富山・グラウジーズに対し28.7アシストを奪い勝利。琉球ゴールデン・キングスとのファイナルでは、 両足の痙攣に見舞われ試合にこそ敗れたが30得点5アシストを記録した。このシーズンには最多アシストのタイトルを獲得しベスト5に選出された。またこの年秋田市立体育館で行われた BJ リーグオールスターゲームでは23得点5アシストを上げ MVP に選ばれたほか東京運動記者クラブが選出する年間ベスト5に BJ リーグの選手としては唯一選ばれた。2014から15シーズン2013から14シーズン終了後、東は秋田を離れ NBA へ挑戦することを表明し、6月7日に NBA への投竜門となるサマーリーグ参戦を目指し渡米。ダラス・マーベリックスのサマーキャンプを経て、7月11日に日本人としては、タブセ・ユータ、河村拓也、 竹内康介に続き NBA 史上を4人目となるサマーリーグのロスター入りが明らかになった。富樫はサマーリーグ5試合のうち4試合に出場。チームではポイントガードの3番手という位置づけで出場時間は限られたものであった。その中でも7月16日のシャーロット・ホーネッツ戦では、 およそ11分の出場時間で12得点を挙げ、特に3クォーター終了間際に放ったフローターショットは、この日のリーグトップ10プレーに選ばれた。トカシがボールを持つと会場内のファンから、東ガという声援が飛び、一躍ファンやメディアからの注目を浴びる存在となった。サマーリーグ終了後は、日本代表チームに合流し、ウィリアム・ジョーンズカップと2014年、 アジア競技大会に出場。アジア大会では銅メダルを獲得した。ウィリアム・ジョーンズカップの終盤で左足を負傷し、アジア大会では控えでの起用であった。2014年10月、マーベリックスがトガシを最終キャンプに招集し、トガシは10月11日に渡米、15日にはマーベリックスと選手契約を結んだ。ただし、これは、 NBA デベロップメントリーグのドラフト会議を回避し、マーベリックス参加のテキサスレジェンズに確実に送り込むための便宜上のものであり、21日にトガシは解雇された。その後、マーベリックスは他の選手を獲得したためトガシは予定を変更しドラフト会議にかけられ、サンタクルーズ・ウォリアーズに指名された直後に、レジェンズにトレードされたレジェンズと契約したトガシは、 左上取得のため、11月14日の開幕戦には間に合わず、11月17日にテキサスに到着、ベーカーズフィールドジャム戦で初得点を挙げた。2015年2月8日のリオグランデバレー、バイパーズ戦ではシーズン最多の12得点を記録した。しかし、2月20日のオクラホマシティーブルー戦で足首を捻挫してしまい、その後の回復も思わしくなかったため、 シーズンの残り試合すべてを欠場することになった。このシーズン、トガシは25試合に出場し、1試合平均の出場時間が8分、平均得点2.0を記録した。2015から16シーズン怪我の言たトガシは2015年6月に日本代表候補に選出された。8月14日から16日にかけて、日本国内にて行われたチェコ代表チームの 強化試合3試合に出場したものの、出場時間は3、4分程度と限られたものであった。9月12日には、リオデジャネイロオリンピック出場権を争う日本、代表メンバーが発表されたが、トカシは選出されなかった。8月12日、トカシは、イタリアセリエへのディナモバスケットサッサルとプレシーズンの契約を結び、練習とプレシーズンゲームに参加したものの、 ディナもさっさりは9月20日、レギュラーシーズンの契約は結ばないことを発表した。その後は、日本国外のチームと契約交渉が行われていると報じられる中、9月28日に NBL の千葉ジェッツとの契約合意が発表された。2016から17シーズン第92回天皇杯では、大きな活躍を見せ、チーム初優勝に貢献した。 天皇杯ベスト5にも選ばれた。シーズンベスト5の活躍を見せた。2016から17の B リーグオールスターゲームでは、得意のスリーポイントシュートや、ダンクシュートで会場を盛り上げ、オールスターゲーム MVP を獲得した。2017から18シーズン第8節11月12日のアルバルク東京戦では、キャリア杯の42得点。 また B リーグ史上最多の 3P 成功数11本を記録した。2018から19シーズン2019から20シーズン2019年6月 B リーグで日本人初となる1億円プレイヤーとなった。2020から21シーズン2021年3月8日、アミューズとマネージメント契約を行う。高校在学中の2011年と2014年、 2015年にバスケットボール男子日本代表候補に選出され、2014年アジア競技大会では日本代表として出場し、銅メダルを獲得した。身長の高い選手が有利とされるバスケットボールにおいて、身長の低さは大きなハンディキャップとなるが、それを補う技術とスピードを持つ。的確なパスでチャンスを生み出し、時には素早いドライブからのスクープショットや、 アウトサイドからのシュートなどで自ら得点を奪う。ディフェンスにおいても体格で勝るアメリカ人選手に対抗するため筋力トレーニングを重ね強靭な肉体で身長差をカバーしている。モントローズクリスチャン高校のコーチは USA トゥデイの取材に対して同じく低身長でありながら NBA で活躍したマグシー・ボーグスと比較し、 強靭な肉体で立ち向かうボーグスに対しトガ氏は、スピードで抜き去るプレーを得意とすると評した。高校時代のチームメイトからは、ヤックと呼ばれ、また2014年の NBA サマーリーグでは、トーガのニックネームが付けられた。ありがとうございます。